あということで本日最初にご紹介するタイトルはこちらです。カプコンプロツアーオンライン2020が開催中のストリートファイター5チャンピオンエディションです。本日ご紹介いただくのはストリートファイター5シリーズ松本周平プロデューサー中山隆之ディレクターです。よろしくお願いします。はい、ストリートファイター5シリーズのプロデューサーやってます松本です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ストリートファイター5シリーズのディレクターをやらせていただいてます中山です。よろしくお願いします。はい、松本さん中山さん今日はトップバッターです。どうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いします。さあまず今日最初のタイトルになるんですが今日皆さんにはどんなご紹介をしていただけるんでしょうか。はい、8月に、サマーアップデートっていうのをさせていただいたんですけどもそこで発表した新キャラの中から、ダンオの新情報を、紹介させていただければなと思ってます。はい、はい、先日公開されましたサマーアップデート新キャラクターの発表でこちらもかなり盛り上がっていたかと思うんですけれどもダンといえばストリートファイターではおなじみのキャラクターともなっていますし続報を楽しみにしております。はい、それではまずは今日は何からご紹介いただけますか。はい、まず最初にチャンピオンエディションストリートファイター5チャンピオンエディションのおさらいの方からさせていただきたいと思います。はい、ストリートファイター5チャンピオンエディションなんですけどもストリートファイター5の本編に加えて、今まで出たシーズン4、のキャラクター40人いるんですけど、そのキャラクターとか、200色以上の、アレンジコスチュームあと34のステージなど合計2000ある、ダウンロードコンテンツを、収録されていてとても、ボリューミーな、内容になってます。すごいボリュームですね。そうなんですよ、めちゃめちゃ多いです。2000以上、はい、これからぜひ始めたいと思っている皆さんにももってこいのタイトルとなってます。ストリートファイター5お持ちでないという方はまずはストリートファイター5チャンピオンエディションをそしてストリートファイター5またはストリートファイター5アーケードエディションお持ちの方はストリートファイター5チャンピオンエディションアップグレードキットをお買い求めいただきたいと思います。はい、そしてさらにプレイステーション4版ではチャンピオンエディションアップグレードキットがただいまセール中ということで日本国内では 25% オフで10月6日まで期間限定のセールが行われています。購入迷っている方ぜひこちらのセールを使いただければと思います。そしてさらにソニーインタラクティブエンターテインメントが提供します定額制でプレミアムな特典を受けられる加入者限定のサービスプレイステーションプラスこちらの特典の一つとして展開される人気タイトルを追加料金なしで遊ぶことができるフリープレイに9月1日よりこのストリートファイター5が登場しています。まずはぜひこちらから遊んでみてください。残り10日間ぜひお早めにこちら遊んでいただきたいですね。はい、そうですね。この、 PS プラスのフリープレイなんですけど、はい、この開発もめちゃめちゃびっくりするぐらい の、 たくさんの皆さんに今遊んでいただいていてものすごく感謝してます。で、まあ、今から始める人もちろんなんですけど、はい、一人で遊べるモードもありますしものすごくオンライン対戦が今しやすい状況になっているのでぜひぜひまだまだ10日間あるのでダウンロードしていただけたらなと思います。はい、で、まあ、フリープレイがものすごく好評なので、はい、今期間限定で、キャラクターの追加キャラクターの無料開放っていうのをしてます。でこちら今画面に出てるゴーキとか、はい、コーリン、エド、アビゲイル、でメナト、ゼクーの、シーズンの、6キャラっていうのは9月30日の水曜日15時59分まで、開放してます。でシーズン3とシーズン4のキャラクターも、これから開放しますので詳しくは公式のストリートファイター公式のツイッター、ご覧ください。まあ、使ってみたいキャラクターっていうのが、いる方はこれを機にぜひぜひ遊んでいただけたらなと思ってます。はい、ぜひフリープレイチェックしていただきたいと思います。はい、さあそしていよいよですねファイナルシーズンとなりますシーズン5に突入するということで、はい、制作の発表の際ユーザーの皆さんの反応っていかがでしたか。はい、まあ、ストリートファイター5、まあ、サマーアップデートっていうのを放送しまして、まあ、シーズン5のキャラクターであるとか、今後どういったものを公開するのかってロードマップっていうのを提示させていただいたんですけども、まあ、今まではこういうことをしてこなかったんですがこれからちょっとストリートファイター5としてはこういう感じの提示をプレゼンっていうのをさせていただいたんですけども、はい、まあ、同時に10万人視聴いただけて、ものすごく
驚きとか喜びっていう声がいただけたので、まあ、開発としてはものすごく一安心している状態ですね、はい、数字だけではないですけどやっぱりそういう期待が目に見えるのは嬉しいですよね、うん、ものすごく嬉しかったですね、はい、さあそのシーズン5なんですがこちらはどういったコンセプトになってるんでしょうか、はい、まあ、シーズン5のコンセプトとしては、まあ熟成っていうのと新感覚っていうのをちょっと考えています、うん、で、まあ、熟成と新感覚って結構相反する言葉にはなるんですけど、うん、まあ、ストリートファイター5自体が5年目を迎えて、まあ、開発チームを日々努力して開発しつつ、まあ、ユーザーの皆さんのサポートもあってものすごく洗練されてきている中でまたここで新しいシーズン5っていうのをするので、まあ、新キャラクターも追加されるし新しいバトルシステムも追加されるので、まあ、新しい遊び方っていうのをここで新感覚っていうのを持ってもらって楽しんでいただけるようにっていうので今鋭意制作中になってます。そこの2つが共存してくるのはかなり楽しみですね。そうですね、まだまだ楽しんでいただけるようには、うん、はい、させてもらってます。さあそして8月のサマーアップデートのお話今日少し出てきてますけども4体のキャラクターの発表がまずはありましたよね。はい、はい、本当に5にちなんでですね5体のキャラクターを追加予定と告知していました。はい、はい、でその中でサマーアップデートで発表した、ダンとローズとオロですね。あと私立ジャスティス学園からのゲストキャラクターということで風間明が、合わせての4体を発表させていただきました。で2020年から21年をまたぐ冬の間に、1体目の、ね、ダンをリリースする予定です。はい、はいはい、まずキャラクターなんですけどこちらの4体を選ばれたのはどういったところからなんですかね。ね、本当にシリーズって結構個性的なキャラがいっぱいいるんですけど、うん、その中でもね本当に際立った、3キャラクターと、うん、本当に久しぶりのタイトルからのゲスト参戦ということで、はい、ちょっとみんなでねいろいろ話し合いながら選ばさせていただきました。そうそうそう、ね、はい、はい、でダンなんかも本当に挑発を絡めた、まあ、ダンにしかできない戦いがあったりとか、はい、まあ、ローズももうすでにリリースされているメナトっていうキャラクターの師匠なんですけども、うん、まあ、彼女ともちょっと違った戦いが楽しめたり、まあ、オローっていうキャラクターなんかはこう念力でこう石を浮かせたりとか、うん、本当にもう仙人ならではこのキャラにしかできないような遊びができるようになっていると思います。で風間明に関してもですね一応中国拳法を、ね、ベースにしてるんですけども、うん、出展元のジャスティス学園のシステムがちょっと楽しめるような仕掛けもちょっと考えてますんで、はい、いろいろ再現しようと思ってます。はい、さあそして残り1体こちらも期待が高まるところなんですが、うん、はい、ここはどういったキャラクターになってくるんでしょうね。それはちょっとねまだ発表できないんですけど今後楽しみにしてもらえたらなと思ってます、はい、また続報を、はいはい、待ちたいと思います。ありがとうございます。ではですねストリートファイター52016年の発売から5年目を迎えているということで、はい、ちょっとこれまでを振り返っていきたいなと思うんですけれどもこちらご覧いただいて振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、まあ、こうやって、今画面にも出てるようになんですけどかなり、まあ、歴史っていう感じでいろいろやってきたなっていうのは改めて感じてます。でキャラクターとかバトルシステム、に加えて、まあ、コスチュームとかもかなりの数を、お届けさせていただいているので、まあ、その度に皆さんのこの楽しみ方っていうのがダイレクトに、はい、こちらにも伝わってるのでそこはもうものすごく感謝してるし嬉しいところですね。はい、あと本当にねここに今出てないですけど一番最初のスタートにいた16人に、ね、プラスすると本当に40人ってもうかなりの、うん、キャラクター数になってると思います、はい、でシーズン4でねギルとセスっていう2大ボスキャラクターがねこう登場したので、うん、もうこれで終わりかなと思ってる方もいたかと思うんですけども、ね、はい、本当に今は開発の中でダンってすごい人気があって、うん、表情もね豊かでね作りたいって言ってる、ね、スタッフもいっぱいいて楽しんでやらせてもらってます。盛り上がってる感じですかね、うん、はい、そしてこうやって歴史を振り返っていくとですねさまざまなプロモーションが結構面白い仕掛けがあったななんて私も思っているんですけども、はい、いろいろしましたね。特にお二人が印象に残っているものってありますか。そうですね、まあ、鬼塚タイガーさんと、うん、はい、やった、はい、コラボレーションなんですけど、まあ、ここに出てるようにオリジナルのシューズを鬼塚タイガーさんに作っていただきました、はい、まあ、チュンリーモデルということで、うん、チュンリーをフューチャーした、シューズになってるんですけどもここに書かれてる桂先生漫画家の桂先生が書き下ろしで
あのこのかっこよくて可愛いチュンリー描いていただけたのが、はい、ものすごくあの僕ら世代には結構夢的な感じだったので、うん、ものすごく嬉しかったのと、実際にこの販売されているシューズがあの右側のチュンリーが履いているようにアレンジコスチュームとしてゲーム内でも、はいはい、遊べるようになっているので、これは結構新しいコラボレーションになったというので印象的でしたね。そうですね、うん、あのストゼロの衣装にね、あの鬼塚さんのシューズがすごい決まっててかっこいいんですよ、うんうん、そうなんですね。あとはポッキーか、グリコさんの、はいはい、ポッキーとコラボレーションして、まあ、これは海外の展開だったんですけど、あのポッキー KO って出てて、よく体力バーのとこ見てほしいんですけど、体力バーがそうポッキーになってるんですよね。ですね、はい、でちょうどこの体力バーの比率がポッキーになってるので、ポッキー KO をしようっていうような感じで始まったんですけど、心はコラボのパッケージ、左側に出てる竜とチュンリーのコラボのパッケージが出たりとか、と年末に開催したカプコンカップっていうので、ポッキーエディションっていう特別のゲームで実際に戦ってもらえたりとかして、うん、これもかなり思い出には残ってるコラボになりましたね、うんうん、そうですね、うん、あの竜とチュンリーがねこう仲良くポッキーを食べてる姿っていうのはね、うん、なかなかあのゲームの中だったらやっぱり、ね、蹴ったり殴ったりしてるのでそあの見られないので、はい、あのすごくいいなと思いましたね。こういうチャレンジも本当にやれてよかったです。そうですよね、うん、はい、甘いもの食べてるとこなんて特に見られないですよね。そうですね、見ないですよ、うん、日常的な感じでいいですよね、うん、さあこれからもどういったプロモーションコラボレーションが展開されるのか、ぜひご期待いただきたいと思います。さあそしてここからはですね、シーズン5最新情報をご紹介していきたいと思います。では中山さん、何からいきましょうか。はい、あ、じゃあまず紹介するのはシーズン5の一番最初に登場するキャラクターのダンですね、はい、お願いします。ダンについてちょっと紹介させていただきます。はい、で今日はこのダンの深掘りをさせていただきたいと思うんですけれども、まあ、ダンというキャラクターはですね、あの最強流の使い手で、もう何から何まで最強な格闘家でして、とてもね自信に満ち溢れていて、もうあの対戦相手をね挑発しちゃったりなんかして、あのすごいいいキャラクターなんですよ、うん、だってただあのね挑発するのも相手の心をこうかき乱したりするっていうね効果もあったり、まあ、策士なわけなんですよ。はい、でまあ、今回も、ダンはですね世界的に有名で、技もかっこよくて自称無敵な最強流の師範をしていまして、さらにね門下生を増やすためにですね、うん、あのいろんな対戦相手と今日も戦うという設定になってます。そうですね、はい、開発の皆さんも結構愛されてるキャラクターだという感じで、先ほどもね、うん、お伺いしたりしましたけども、うん、今回登場させるにあたってこのストリートファイター5で登場してくるのには過去作から変えたところ、もしくは変えてないぞというところあったら教えていただけますか。わかりました。はい、ダンというのはですねストリートファイターゼロシリーズにですね初登場したキャラクターですね、その時からねかなりコンセプトが強烈なキャラクターで、はい、あのオフィシャルで弱いキャラクターという設定だったんですよ、はい、どっちが強いっていうのを、ね、競う対戦格闘ゲームの中で弱いって言っちゃうのって本当になかなかなくて、うん、本当に過去いないキャラクターでとても面白いなと思ってまして、でこのタイミングでまた出たゴーキっていうキャラクターが、と対比になってるんですね。すごい、強いゴーキっていう、使って負けると恥ずかしいゴーキと、ダンを使われて負けちゃうと恥ずかしいっていうのがこう、うん、ちょっと表裏みたいになってて、あのなかなか面白い設定だったなっていうのをあのいろんな先輩から話も聞きましたね、うんうん、はい、で、その後にですねストリートファイター4シリーズにも、まあ、登場するんですけれども、あの結構 EX 弾空脚とかね結構強い技とかも持っていて、あとは、まあ、ストリートファイター4の、まあシステムであるセービングっていうのとも相性が良くて、うん、あの中途半端と言われながらもなかなかあの面白い戦いができるキャラクターでした。はい、で5ではその良さを残しつつ、まあ、今まではその相手の心をかき乱すといったもののあまり使い道がなかった挑発の部分を使えるようにちょっとずつ変更を加えてます。はい、で全くちょっと新しい楽しいキャラクターになってます、うん、はい、面白いキャラクターですね。面白いです。弱い設定とか使い道のない挑発がいろいろ気になるところが多いんですけども、まあ、あの独特のアクションというのもダンは人気だったと思うんですけれども、そのあたりは今作はどうなってますか。はい、あのその辺に関してですね、あの
過去作で特徴的だったあの挑発とか、はい、そういうものを、ちょっと映像で今日持ってこさせていただいてますんで、はい、ちょっと開発中のものなんですけどちょっと見ていただけると、はいはい、助かります、はい、でまずはあの通常技とかねあの特殊技投げとかダッシュですね基本的なコードのところになります。はい、まずは通常技ですね。今パンチをしたり、はい、こういい感じの打点ですね、うんうん、こうとてもいいところを狙って攻撃してますね。で強パンチなんかねちょっと前に前進したりして当てやすかったりする技になってます。でちょっとあの斬新っていうんですけどあの攻撃した後に元に戻るところにもね段らしさの今腕を振ったりとかね、うん、ちょっと面白い動きが入ったりしてます。はい、強キックとか面白いですよね、うん、はい、でまあ、特殊技もこういう蹴り上げとか中段技とかもちゃんと持ってます、うん、で崩しも、ね、できるキャラクターです。でこう今前後移動なんですけど意外とねあの歩きが速かったりステップも鋭かったりとかして、ね、あのアグレッシブに攻めていきますね。あこれも今は投げですね、うんうん、これも投げて1回あのミスっちゃって段らしい、ね、段らしい技が入ってます、はい、あ次はじゃあちょっと必殺技お願いします。はい、はい、まあおなじみの必殺技が揃っております。これあの画道剣というあんまり飛ばない飛び道今回はあのホールドでちょっとタイミングをずらしたり飛距離が変わったりするようになってます。はい、EX ダンク脚ですね、強いとてもいい技です。はい、交流剣ねこれも体育技で、うん、まあ、一通りいい性能の技を持ってるんですよ、うん、はい、これは今の新技断裂剣ですね。これはストリートファイター4のオメガエディションにあった技なんですけど、はい、それはもう正式採用しております、うん、でさっきの EX 断裂剣とかからは、はい、いろんな技がちょっとねつなげられたりするんで結構まあダメージソースになる狙っていける技になってます。はい、じゃあ次 V スキルお願いします。はい、V スキルはもう今、登場してるんでお分かりな方も多いと思うんですけど2種類ありまして、はい、そのうちあすみませんあのどっちも挑発なんですよねで今回はそのうちの1個の方をお見せいたしますが、ただね相手を挑発するだけじゃなくて、はい、あの必殺技をねキャンセルして出せるんですね。今くるくるって回って、うん、はい、であともう1個はちょっと今映像にはないんですけど、はい、通常技をキャンセルして挑発を出してさらにもう1回通常技が出せるみたいな、うん、結構あのテクニカルなものになっております。はい、はい、じゃあ次ベーシックコンボですね。はい、はい、今殴ってます。さっき言った EX 断裂剣からいろいろ追撃が入ってですねなかなかダメージが取れるいい技を ね結構持ってます。はい、あとねちょっとここでは紹介できてないんですけどあの V トリガーをね絡めてさらにね練習しがいがあるかっこいいね、うん、コンボとかもできますんで、はい、ちょっと練習しがいがあるような感じになってます、うん、はい、でそして挑発ですね。はい、挑発はですねさっきのあの V スキル版の挑発とちょっと異なってあんまり意味がないというか性能がないんですけれども実はレバー入れだったり、はい、あとは隠しコマンドなんかも用意されてて結構 ねいくつかね用意されてるんですよ、はい、見つけたい、はい、なんでぜひあのリリースして触っていただけたらちょっと探していただけたらそうです、ね、はい、なかなか面白いようになってます、うん、はい、あとは、最後にですねもう一個映像を用意してるんであの見ていただけるとありがたいです。コロコロっつってね、うんはい、これはすごいですね、あのおなじみの、 あの挑発伝説ですね、はい、これもあのバトルチームがねもうニコニコしながらあんまり頼んでないのにすごい勢いでやってくれてノリノリなんですね、はい、ノリノリでいい感じですね、いい感じになってます、はい、でただ あの挑発行為だけじゃなくてちょっとこれにはね仕掛けがしてあってあの最後まで見るとね何かが起きるっていう、はい、なんで対戦相手の方もね最後まで見るかもう我慢できずに途中で殴っちゃうかというのはそれはあのお任せするんですけどす、ね、はい、なかなかこれも面白い性能になっていると思います、うん、はい、はい、まだ今日紹介しきれなかったところまでぜひ遊べるのを楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、なんかネタ要因かと思いきや意外とキャラ的には結構使えるというか
そうですね、今回はかなり、うん、あの、はい、テコ入れもしましたし、うん、あのいろいろね、あの研究しがいがあるキャラクターになってるかなと思います。はい、今回はがすごい強かったです。今回は、はい、今回あの、はい、うん、あの今までも面白かったんですけどね、はい、使える段ですよね。使える段です、はい、ありがとうございます。ということでここまで愛されキャラの段深掘りしてきたんですけれども、まだ松本さん情報の方があるということで、はい、こちらはどういった内容をご紹介いただけるんでしょうか。はい、先日なんですけども、ユーザーの皆さんから、コスチュームのデザインを公募させていただいて、はい、まあ、投票を行い、上位2つのコスチュームを実際のゲームの中に実装するっていう、コスチュームデザインコンテストっていうのを行いました。はい、はい、でこれが全世界から500以上の作品応募いただきまして、先日最優秀の作品が2つ決まりましたので、はい、その2点を改めて、ここで紹介させていただければなと思ってます。で最優秀に選ばれたのはあのジンクシーさんとガーさんの作品になります。お、はい、色使いが結構ポップですね。そうなんですよ、もうポップでビビッドな感じで、はい、じゃあまずはジンクシーさんの作品からご紹介いただきたいんですが、うん、こちらの作品を選ばれたポイントどういったところだったんでしょうか。はい、あのまずね、まさかね2つともジュリになるとは思わなかったのがあるんですけども、ね、うん、どちらもねすごいねいいデザインで、開発の中からもすごい評判が良かったです。そうですね、はい、でも最終的にはね、あの皆さんの投票で決まったんですけれども、はい、あのどちらもねキャラクターの個性とね、あのデザインが合っていたっていうのがすごい一番の決め手なんじゃないかなと思います。あのジクシーさんの方はあれですね、ストーリー性もねすごい感じさせる小物とか、うん、なんかあの設定とかですね、すごいね、あの感じさせられてとてもいいんじゃないかなと思いました。うん、ありがとうございます。このあのベガの帽子と、うん、セスの上着をねつけてるところとか、ものすごくいいなっていうのと、あとはジュリのあのボブヘア、これがものすごく似合ってて、可愛いなって思いましたね。はい、いろいろ詰まってるっていうのもまたポイントになったと、うん、いうことですね。もう本当細部にまで2作品ともですけどこだわってらっしゃいますよね。はい、そして続いてガーさんの作品なんですが、こちらはどういったところが基準になってるんでしょうか。これももうあの開発、まあ、特に松本プロデューサーとかねすごいそうなんですか、すごい推してた、はい、すごいいいで人気がありました。うん、でもこれもキャラクターの性格と本当にあのこういうの基礎っていうところがとてもねデザインが合ってて、すごい良かったです。なんで本当に地元の悪そうなやつらとかで多分つるんでるんだと思うんですよね。つるんでますね、はい、つるんでます絶対。なんか全体的に応募作品の中があの日本文化をモチーフにした衣装のデザインが結構多かったんですよね。で、まあ、この特攻服なんかもよくよく考えると日本独特の文化衣装っていうか、あまり海外が見た、うんうん、っていうのあまりっていうか見たことないです、ね、ないですよね。そう、まあ、海外でこういうジャンルの人と関わることがないっていうのもありますけどね。そうな、はい、なかなかこういうのもあの、ね、海外の人が見てもあこういうのがあるんだっていう新しいところにもなるかなと思って、はい、実際にこれの特攻服作る人もいるんちゃうんかなとはちょっと思ってたりします。はい、でもなるほどですね、本当着物とか忍者っていうのはちょっと日本のイメージあったりしますけど、うん、はい、特攻服もよく考えたらそうなんですよね。そうですよね、はい、いろんな発見がありますね。はい、さあすということでこの2作品どう実装されるかぜひ楽しみにお待ちください。はい、これはもうぜひぜひ楽しみにしていただきたいな、はい、でも2作品になります。うん、で、まあ、あの今回のコスチュームデザインコンテストが本当に好評で、はい、応募していただいた方と、まあ、書いていただいた方にはものすごく感謝してます。ありがとうございました。で、まあ、あのレーティングであるとか、まあ、他社の判件とかっていういろいろそういった関係があって結構シビアっていうかセンシティブな部分はあったんですけど、まあ、開発内的にはやっぱりものすごく嬉しかったし愛情も感じれたので、まあ、ぜひ次もしたいなっていうのは思ってます。はい、じゃあ2回目のコスチュームデザインコンテストがある、うん、かもそうですね、ぜひぜひしたいなっていうのはあります。期待しております。はい、さあということでですね、あの松本さんいろいろお話伺ってきたんですけれども、はい、本日この後モンスターハンターライズとモンスターハンターストーリーズ2破滅の翼と2つのタイトルのスペシャルステージがあるんですけれども、モンハンのシリーズファンの皆さんも今ご覧いただいていると思うので、はい、
ぜひお話しいただきたいんですけど、ストリートファイター5モンスターハンターワールドのコラボレーションありましたよね、うん、そうなんですよ、実はコラボしてます。はい、まあ、画面出していただければなと思うんですけど、まずそもそも英雄の証の BGM っていうのもストリートファイター5のゲーム内であったりとか、うん、追加のコスチュームここに出てますよね。剣のレウス装備とか、ミカのジンオー X で、イブキのキリン装備とか、ブランカのネルギガンデとか、ものすごく特徴的で あるんですけども、この辺のコラボさせていただきました。でもブランカのネルギガンデのコスはよく見てもらうと、首のところに覗き窓があって、中にブランカがちゃんと入ってるよっていうこだわりの作品にはなってます。はい、で見たらネルギガンテですね。そうなんです。小窓がちゃんとあるんですね。そうなんですよ。まあ、これっていうのがエクストラバトルっていうのが通常で入手できるんですけども、冒頭で紹介させていただいたチャンピオンエディションっていうのを購入していただけるとすぐに使って遊んでいただけるので、ぜひぜひこれもプレイしていただけたらなと思います。はい、チャンピオンエディション今かなりお得になっておりますので、これから始めたいという方はぜひそちらからお願いいたします。はい、それでは続いてはストリートファイター5関連情報に行きましょう。はい、はい、ではまずは最初の情報はこちらからです。9月25日から開幕しましたストリートファイターリーグの情報です。はい、日本最高峰 のチームリーグ戦ストリートファイターリーグプロ JP2020 がついに昨晩開幕になりました。はい、でレジェンドプレイヤーの梅原選手であるとか、東大卒の、プロゲーマーの時戸選手っていうはじめとする世界トップレベルの選手たちが、ドリームチームを結成して、今まさに熾烈なリーグ戦が繰り広げられております。で昨晩、配信された第1節の開幕戦の様子であるとか、はい、毎週の金曜日21時に配信している第2節以降の模様は、ここに出てます YouTubeツイッチ、ミルダン、のカプコンの公式チャンネル、カプコンファイターズ JP で好評配信中ですので、お見逃しないように見ていただければと思います。楽しいです。昨晩もかなり盛り上がった感じですか？いや、結構面白かったです。だいぶ熱かったですね。はい、はい、まあ、様々な、ね、ところから見れるので、ぜひこちら検索していただきたいと思います。はい、お願いします。ではでは、あっという間にお時間となってしまいましてですね、うん、はい、最後にお二人からご覧の皆さんにメッセージを頂戴したいと思います。では中山さんからお願いします。はい、本日は本当にご視聴ありがとうございました。リリースしてからもう5年目のタイトルになるんですけれども、まだまだね、楽しんでいただけるように開発メンバー一度頑張ってきますんで、はい、引き続きのよろしくお願いします。あとシーズン5も、ね、よろしくお願いします。はい、はい、中山さんありがとうございます。では松本さんお願いします。はい、本日は、ご視聴いただき本当にありがとうございました。シーズン5なんですけども、今まさにね、ガシガシ鋭意制作中になってます。まあ、ご存知の通り、結構やっぱりストリートファイター愛にあふれてる中山 D と、うん、あと開発メンバーがものすごく愛情を込めて今本当に作ってもらってるところなので、そこはぜひ楽しみにしていただけたらなと思いますし、実際僕もフロアで開発中のコンテンツ触ってるんですけど、めちゃめちゃ愛情を感じるので、はい、ものすごく期待して待っていただけたらなと思います。はい、今日はありがとうございます。はい、